スマーフスマーフェットと秘密の大冒険は2017年に劇場公開されたアメリカ合衆国制作のファミリー映画である。ペヨによるコミックスマーフを原作としている。ケリー・アズベリーが監督し、デミ・ロバート、レイン・ウィルソン、ジョー・マン・ダニエロ、ジャック・マクブレイヤーらが出演している。主題歌を歌うメーガントレーナーもスマーフメロディアクで出演している。 遠いどこかの森にある村で小さな青い妖精、スマーフたちは幸せに暮らしていた。スマーフ村で唯一の女の子スマーフェットは自分が他のスマーフたちと何かが違うと感じ始めていた。そんなある日禁断の森で不思議なスマーフと出会う。そのスマーフの後を追っていくと失われた村にたどり着く。そこには不思議なスマーフたちが生活をしていた。スマーフェットは 自分の仲間なのではないかと考え始める。そんな中、意地悪な魔法使いがアーガメルに失われた村の存在を知られてしまう。このままでは、禁断の森に住む不思議なスマーフたちが危ない。新たな仲間たちを救うため、スマーフェットは、ヘフティ、クラムジー、ブレイニーと共に、禁断の森を目指して旅に出る。北欧での公開は2017年4月7日。 日本での公開は2017年10月7日。アメリカのグラミー賞受賞歌手、メーガントレーナーが本作のために書き下ろした楽曲、アイム、エーレディアイムアレディがエンディングに使用されている。ありがとうございます。